ジブチ陸軍は、ジブチ国防軍の陸海空3軍のうち最大の軍であり、ジブチの首都ジブチに司令部を置く。ジブチは、その国内技術とこれによる外国製装備の改造により、陸軍を増強した。ジブチは、山岳地帯や、その他の起伏の多い地形だが、周辺地域の軍事的圧力に立ち向かうために、必要な機械化された軍事力により、 国土を防衛しなければならない。ジブチ陸軍の任務は外部からの攻撃に対する防衛や国境警備、治安維持であり、ジブチ領土の防衛を担当している。平時のジブチ陸軍の常備軍の定員は約9000人、予備軍は約7000人。ジブチ陸軍の余るマイナス -90 装甲車、ジブチ国防軍は周辺諸国のものよりも小規模ながら、 外国からの侵入に対する防衛を行っている。ジブチ国防軍の改革において利用可能な労力と資金のほとんどが陸軍の増強に費やされた。2008年のエリトリア軍との衝突ではジブチ国防軍の日々の訓練によって培われた優れた作戦能力を示したが、小規模な軍事力は隣国の装備が十分ではないにしても、 より大きな軍隊には対抗できないという事実を浮き彫りにした。陸軍の新型装備の導入には、機動船に焦点を合わせており偵察、警戒には適しているが、飛行船には不向きである。2008年の国境衝突により、引退した自認が予備役として呼び戻され一時的に、ジブチ軍の各階級層が増大したが、陸軍の規模と能力は1990年代。 以降大幅に減少した。1980年代から2002年はじめにかけての近隣諸国との緊張の結果、最終的にジブチ軍は既存の戦略的概念を見直し、防衛力を再構築する計画を策定した。その後、戦争は回避されたものの1980年代及び2008年の安全保障上の脅威により、陸軍は今までの戦略性の欠如により、 効果的に脅威に対処することが求められた。従って2000年代諸島には従来型の手段ではなく、より小型で移動性の高い機動部隊に軍隊を再編することにより、防御能力を最も向上させる防衛組織モデルが求められた。長年にわたり、ジブチ国防軍はフランス、エジプト、サウジアラビア、モロッコ、アメリカなど様々な国の物的及び、 財政的支援の恩恵を受けてきた。現在、防衛に割り当てられた金額は、ジブチの国家予算で最大の割合を示している。ジブチエリトリア国境紛争の間、そしてそれ以来、ジブチ陸軍は、平時の6000から1万人の規模から爆発的に、規模を拡大した。アリサビエ不評連隊一、ディキル不評連隊一、オボック不評連隊一、タジュラ不評連隊一。 ジブチ即応機動連隊一次来除去中隊一、ジブチ陸軍不評連隊配置図国土は四つの軍管区で分けられ防衛されている。軍管区ごとに以下のような機動部隊を配置している。計六個連隊、一個大隊。ジブチ市に飛行連隊と砲兵連隊、アルタ市に即応機動連隊、リキル、アリサビエ、タジュラ、オボックに、 セ政府評連隊が配備されている。ジブチはソマリアとスーダンでの国際活動に参加。2000人のジブチ軍人が国外に派遣されている。なお、スーダンの国際連合、アフリカ連合ダルフール活動に派遣されている。部隊には文民警察官や国家憲兵が含まれている。ウィキメディアコモンズにはジブチ陸軍に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。